モノの時間始まりました。パーソナリティの長島智弘です。ナビゲーターの藤村椿です。いやグランプリファイナルが終わりましたよ。あなた、はい、興奮も冷めやらぬ中中寒い中こんな帽子をかぶってる中、はい、さあメリークリスマス。メリークリスマス。もう皆さん当たった方も外れた方も、はい、メリークリスマス。楽しみましょう。クリスマス寂しんじょうでございます、はい、まあ正直何もないですけど何があるんですか。ここ何がある。交差点があります。上心がある。今回はやっぱりねあの時間ですよ。ボートレーサーの休日でございますよ、はい、長い間休んでる方がおられるんでその方をお呼びしたいと思います。ぜひお願いします。吹田出身こちらのレーサー三宅潤選手、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、テンション今回休日を覗き見するのは大阪支部所属の三宅潤選手。番組のノリにしっかり合わせてサンタ帽をかぶってくれてます。今回は上新庄、三宅潤選手がねこちらに住んでるんで、はい、行きつけのお店に行こうということで、はい、クリスマスっつったら大体焼肉じゃないですか。違いますね。あ、違います。クリスマスといえばイタリアン系じゃないですか。そうなんですかね。え、焼肉、うん、今日は赤と白の、はい、お肉のカラーがちょうどクリスマスカラー。あー、クリスマスカラーでね、そんな差しが入った感じで、はい、やかましいわさあこちらでございます。はい、ズイエン。はい、3人がやってきたのは上新庄にある焼肉随苑。格安で味わえる絶品黒毛和牛の焼肉店、有名人も多数訪れる人気店です。じゃあ早速注文先しましょうか、はい、そうですね。もうお腹も空いてますし、はい、喉もカラカラですから。カラカラっすね。喉もカラカラなんでビールからでいいですか。もちろんもちろん。じゃあ生3つで、はい、何がおすすめな。ね、うん、これこのタン、ネギタン、はい、一番人気って書いてる。ネギタンね、いきましょう。あとはあと、うん、このパムチムっていう。パムチムって何。なんかサラダっすね。韓国風のサラダになるの。サラダ、サラダ食べようじゃ、はい、これ初めて食べた時ちょっとびっくりしました。パムチム、パムチム生ミンツと、ね、お兄さん映るからねサンテレビ、はい、お兄さんも吹田の人。僕は大分出身。関係あれんかね大学。大学でこっち。どこどこ学院や。最大。めっちゃ頭いいやないか。なんで僕も寛大やないか。ごめん。ネギタン。はい、ネギタンです。パムチム。パムチム。あ、そうや。はい、ニックネーム。あ、ニックネーム。このコーナーはですね、はい、いつもニックネームを作ってですね、お宅の、はい、兄弟子であります、はい、田中慎一郎選手のニックネームを決めたのも彼女でございますから、はい、あ、そうなんですか。椿地が、はい、田中選手のことを何て呼んでるやったっけ。シンタ。シンタです。なんですか。いや、ほーっと。いや、ほーっとシンタやもんな、はい、さあ、そんな三宅選手の、はい、三宅潤ですから、はい、もうしっかりとね、ニックネーム考えてきてくれた。今回ね、3つ考えてきたんですよ。3つも。はい、おうおう。なんでそれを選んでいただきたい。そうやな、はいはいはい、まず1つ目は。1つ目は、ジュンジュン。ジュンジュン。ジュンジュンぽいぽいぽい。2つ目は、うん、これクリスマスなんでサンタとかけて、おう、ジュンタ。全然関係ない。全然関係ないけど、ま、お前だんだん滑っていくんやめろ。3つ目は、ラーク。お、ラークええやん。ラーク、はい、なんで飲んでろ。ラークはあの犬飼ってらっしゃいますよね。あ、飼ってます飼ってます。名前なんですか。ラガー。ラガーや。ラガー島さん。俺も間違えた。嘘や。俺ラガーや。間違えた。俺間違えたわ。ここでこの状況を補足しておくと、ロケ地へと移動する車内にて長島と椿地が三宅選手のニックネームをどうするかという相談をしていたところ、長島から三宅選手の愛犬の名前であるラークをニックネームにすればいいのではという提案があったのだ。ラガーとラークをなぜ間違えたのか理由はわからない。八兵衛もびっくりのうっかり具合である。というわけでニックネームはなぜか逆にしっくりきてしまったラークに決定です。ラガーや、ラガー。ラガー。キリンラガーから取ってん。そう、な、そう、そこまで分かってん。なんでなんで。でも、長島の、長島の天然出た。天然出た。するわ。じゃあ、今日はよろしくお願いします。メリークリスマス。メリークリスマス。ニックネームも決まったところで注文したメニューが到着。まずは衝撃を受けたというサラダからいってみましょう。
めっちゃ美味しいって言われているサラダをまず食べましょう。はいはい、いただきます、はい。なんか見た目と味が、あ、うまい。ピリ辛。いただきます。ね、うん、でもあ、ピリ辛やけど全然辛くない。甘いでしょ。甘い。甘い。このドレッシングが自家製って言ってたもんね。うん、そう、自家製ドレッシングですね。韓国風ですね、やっぱり。そう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 。ないでしょ。あんまり食べないです。あんまりないです。初めて食べました。あ、おいしい。今日はクリスマスということで、はい、やっぱ記念日に関してのね、はい、トークなんかいいんじゃないかと。おー、なるほど。記念日やっぱでも気にするんですか、記念日とかって。仕事上で気にすることはあんまりないですね。どうなん？でも結婚記念日やからレース走っとったら頑張ったろうっていう気持ちになる。頑張ったろ、まあ、結果良ければいいな。別にそこまで意識して。そうですね、まあ、例えばじゃあ11月11日のゾロ目でデーとかは一応でやったら。でもその日は僕のデビュー戦の日なんですよ。ほう、っていうのがあるんで、なんかそこはすごい印象があって、うん、自分にとって。あ、デビュー戦の日やからやっぱ11月11日はちょっと頑張りたい、はい、初心に帰れるというか何年経ったなって思うじゃないですか。だから1が並んでるから1着取ったろうかなっていうのはない。あ、全然そういうの全然ないよ。例えば6並んでても取りたいっすよ。6月6日に6着取ったらよっしゃとかならへんよ。それはならんでもならへん、ならへん、それはならへん、うん。結婚記念日は？そうですね、結婚記念日はいつですか？2月の15日なんですけど、はい、215、バレンタインの次の日、はいはい、覚えやすい日にしたね、わざと。それにもね、ちょっと理由があって。何なんですか？あの、平成22年の2月22日を狙ってたんですよ。おー、2並びやし、はい、いや、気にしてるやん、ゾロ目。いや、せえへん、言ってたやん。レース関係なくね。あ、プライベートでは気持ちいいじゃないですか。いや、だからゾロ目好きやん。じゃあめっちゃ覚えやすいじゃないですか。覚えやすいよ、2222。その結婚記念日って自分にとって一番大事やし、そこを忘れてもたらあかん日じゃないですか。いや、そらそうです、うん。でも、平成22年2月22日、はい、もうこれって来ないでしょ、はい、こんだけ2が並ぶの、うん、で、やろうと思ったんですよ、うん。でも僕その日、レースがあったんで、うん、はい、出しに行けないから、目に一人で出しに行ってくれるかって言ったら、うん、いや、さすがにそういうのは一緒に行きたい。まあまあまあ。で、それの丸々1週間前が2月15日なんですけど、で、なんか理由考えな思って、うん、バレンタインの次の日やから覚えやすいやろっつって。めちゃくちゃやな。無理やり感半端ない。それだから一人で行かせよかったよね。そんな、なんで行ってくれんか。いや、知らんや、それは嫌やろ。あとバレンタインデーがうちの下の娘の誕生日。知らんわ。娘の誕生日とかは一着取ってやろうとか思わへん、はい、よく言うやん、プロ野球選手とかさ。あー、言いますね。いや、今日は奥さんの誕生日だったんで、うん、ホームラン打ててよかったんです。そんなん考えてない。一回言ったら勝利者インタビューとかで。あ、ないっす、あんまり勝利者インタビューは。あんまそういうとこ走らない。はい、飲んで。くそ。でもそんなあれやんか、うん、他なんかないの、この日は演技みたいな。演技、うん、ちょっとだけある。何何何、ちょうだいちょうだいちょうだい、出てくるね。あとで、うん、そう、自分でも思ったことなかったんですけど、うん、うちの母親に昔言われたことがあるんですけど、うん、自分の誕生日の日だいたい成績ええなって言われます。おいつやったっけ。3月9日です。3月9日歌のやつやん。そうです。そういう、いちいちなんかファンタジーやわ。記念日っていうのにことかかないかもしれない。いちいち腹立つな。で、あの3月の10日がうちの母親の。もうええわ。もう今近くで出してくんな。すごいでしょ。全部覚えました。ボートレーサーの記念日と船券には何か因果関係があるのかも。そんなファンタジーな話が熱を帯びてきたところですが、焼肉の網の上では随園名物のハラミのみぞれ焼きが焼き上がったみたいです。いや、ロマンチストとかファンタジー言うけど、うん、あの、はい、誕生日とか僕が決めてるわけちゃうから。いや、ちゃうけど。いや、まあ、それにたまたまや、生まれがそうなだけで。歌出したもん、向こうが後出した。そうや、完全に。しかもその歌、うん、僕の誕生日に僕になぜか僕が歌わされるんですよ。いや、それは3月9日やから。いや、変じゃないですか。いや、知らんよ。歌ってくれるなら私も入れて、おい、入れたったでみたいな。うまい。
うん、思わない話で、うまいから食べて、食べようかな。こっちじゃない、どうよ、安定のうまさ。うわー、うまそう。いただきます。うまい、おいしい。分かってんねんこれ。いや、このね、おろしが最高ですね。おろしが最高。おろしで、いや、これマジでこれでご飯行きたかったわ。いけますね、これ。俺1位かもしれない、俺の中で今日。何ですか。ということで、クリスマスなんで、はい、なんと三宅選手から、はい、視聴者の皆さんにプレゼントが。おー、クリスマスプレゼント。三宅さんだからプレゼント。三宅さんだから。三宅さんだから何くれんの、はい、これ。いいのこれ、はい、これ着てたやつですか。これ着てるやつ、はい、だってめっちゃでかない。超でかかったからめっちゃでかないこれ。あんまり着てない。これでかいって。これと、あー、これよう着てる、よう着てるやつよ。かわいい。これピットで目立ちますね。目立つわこれ。この2つ、はい、2セットで、はい、さらに番組からもクリスマスプレゼントということで、ボートレースのモチーフが可愛い湯飲みとコップ、そしてボートレース T シャツをドドンとプレゼントしちゃいます。番組公式ホームページのプレゼント応募フォームに希望のプレゼントと必要事項を記入の上、どしどし応募してください。さらにさらに、あとこの帽子もプレゼントしよう。あ、そうですね、はい、3名様、はい、3人の寄せ書きサインを書いてお送りしますんで、はい、ぜひともこのクリスマスね、楽しんでいただきたいと思います。さあ、ということでプレゼントもいただきましたが、三宅選手は、はい、次節はどっからですか。休みが31日まで、はい、次は、1月の2日初日の、うん、住之江のオーローサッカーを走らせてもらいます。王将戦でございます。ぜひ王将戦は今回7日間開催でございますのでね、ぜひね、はい、2日からそうですね、はい、お正月、はい、お年玉を持って、はい、2日3日の三が日は楽しんでいただいて、そうですね、はい、そして最終日まで盛り上がっていただきたいと思います、はい、ということで、はい、じゃあ大阪王将戦は皆さん三宅選手を応援していただきたいと思います、はい、ということでテレビの前の皆さんもこれからメリークリスマースということで、また来週メリークリスマス、良いお年を。